も入ること考えたら、どうし、一回や貯めておいて、もうめっちゃこれはあれだけど、どっちに転がるか分かんないけど、一位を目指すために一回置いとくか、めっちゃ迷いますよね。めっちゃ考えてしまう。この数日お疲れ様でした、ありがとうございます。でもすごいよ本当に。私前回の五穀選抜とか最初の方ランキングとか入ってなかったんですよ。そうそう、ランキング入ってなくて、でも最終的に6位になれたんですね。そうだから本当にわからないのでそう、水にないのはまだあれですし、天神堂を目指して少しでも高いね順位を目指して頑張りましょう。すごい、投票しましたらありがとう。なんか私のねファンの方すごく頑張ってくださってて、私のファンの方が頑張ってる周りで、そんななんていうの、頑張ってるファンの投票しますよっていう方もいらっしゃったから嬉しいです。頑張ろう。でも今日4位ありがとうございます。やっぱあ見るの緊張するねめちゃくちゃ緊張するし、あとまた10分したら始まるんですけど、すごいマジングいっぱい来てる。よっちゃんに投票してるよって、ありがとう、ありがとうございます。前向きは大事だって、大事よね。そうなんです。なんかありますか、うまくできましたか。間違えちゃった。そう、新しいボスも出てきたんです。もう初めから結構強いですね、あの方ボスは。攻撃力を上げようとしています。だってねえ、なんかね難しい、本当にめちゃくちゃ難しいんですけど、でも頑張ろう、まだ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 なので、最初の段階ですし。そうなんです。でもそんなにさ僅差だったから、すごく今回はそう怖いなってめちゃくちゃ思うんですけど、そうめちゃめちゃ僅差だった。すごいです。私はラビリンスの初心者です。だってありがとう。難しいよねラビリンスって、なんでこんなに難しいんだろうと思うしさ、自分も説明するのが難しいし、なんか多分まだ全部のルール分かってないんじゃないかなと思うから、多分ファンの方の方が多分詳しいと思うんですけど、そうそう、もっと頑張ります。だってありがとう、一緒に頑張ろうね、力を合わせて。すごい、今までやってこなかったけど初めてラビリンスをしています。だってね、ありがとう。そう難しいよねこれね。毎日のしちゃんに投票してるんだ、ありがとう。本当でもね、本当にね、本当にそうなんです、ありがとうございます。でも次の中間発表は3月
8日なのでまた4日後すぐですね。え、これはすぐよ。だってもう今4日だから、あとまたすぐ来ちゃうから早いね。頑張ろう。イベント期間中は何時に、特にさ土日はいっぱいさコメカメリアタイムがあるじゃないですか、何時にショールームするかめちゃくちゃ迷っちゃうめっちゃ迷っちゃう。何時にしようかなと思って、あ昼にしようかな夜にしようかなと思って、いつもねこの時間になります。ヨちゃんの SA が出ませんだって。出してください。でも悔しいな。投票のタイミングは分かりませんだって。なんかね、第1ラウンド、第2ラウンド、第3ラウンド、第4ラウンド、最後、最終結果ってあるんですね。そう。だからその多分今のところは毎回そのラウンドの発表の前までに投票してほしいなってすごく思ってるので、そうだから次は8日の5時だから、4時59分までに投票してほしいです。なんか迷うんですけどね、貯めておいて、そうと一気に投票して1位の、やっぱボーナスのポイントは今回大きいから、ボーナスのポイントに向けてするのかめちゃくちゃ迷うけど、うーんって感じ。なんか毎回やった方がいいのかなっていうのと、なんかアイデアがあったら教えてほしいです。イベントリノちゃんのカールは可愛いですだって。可愛いよね今回、あの探検家みたいなやつね。仲間枠を開けたのでぜひだって。仲間枠天神は行けないかもだけど、だってそうだよね。わずかな差なので毎回投票がいいと思いますだって。あそうなんだ、なるほどね。うーん、なんかあったらインスタの DM かリノリノリで教えて。なっちゃん起きたらっておはよう、起きて。そう結構ね、どの順位の人とも差がないんですよ。あんまり1万票とか1000票くらいしか変わらないから、あんまり変わらなかったんですよ。でもそのね、ないあのね、そう1万票とかの差が大きいし、ボーナスが今回は結構大きいから、すごいよね、その難しいラウンドは、ラウンド戦は。
から一回でもラウンドの中で1位取るためにとかも考えちゃう。なんて書いてんだろう、星の人がいっぱいいる。あ、ボーナスかな。ボーナスね。たくさんの人に助けられて嬉しいですね。本当にそう、なんか私のファンじゃない方も、あの多分皆さんのあれですよね、多分みんなのお友達とかみんなのフォロワーさんとかかな、フォロワーさんのファンの方とかが頑張ってくれてて、それからいのちゃんに投票しましたって方もいるから優しいです。私もクリナにエナジーウォーターをもらいましたとなと、もしかしたらエナジーウォーターなくなっちゃうかもって言ったらくれました、50個優しい、50個くれた。ようちゃん起きてるとおはよう。だからリノもあのまたお金を貯めて返しますちゃんと50個、もしくはもうもっとさ、もっとな、もっと返さなきゃと思っちゃうくらい。エナジーすぐなくなりましたってなくなるよね。だからあれですよ、みんなもう知ってると思うんですけど、知らない方のために、ここのね引き換え所ってあるんじゃないですか、これ、この引き換え所を押してね、これを押してね、このジェムでね、ジェムでね、マイエナジーウォーターをね月に10個まで変えられるんですよ。そうなので、あ、変えることもできます。これだからコインとか使わずに、このジェムがいっぱいあったら、私は700ジェムあるんですけど、あったら使うのをおすすめします。すぐなくなるよね。エナスイバラってジャムからも交換できるので余ったら買いましょう。そうそう、なのでこれはあれだけど、そんなにいっぱいできない。もしも余ってる方でこれおすすめ、買わなくて済むからね。すぐなくならない？私 VIP のところとかさ行ったらすぐなくなっちゃう。あとこのイベントをして、この天神堂の引き換え、引き換えなんとかって、引き換え期限ってやつがあるのでね、そうそう、ここでしたらカードを交換できます。なので私はそこで、あの今回のイベントからの A をもらいました。わ、ちょうど1034日、ありがとうございます。あと1分でまた紙で当たるのが始まる。5分までしたら終わりにしようかな。エリア7でもいいと思います。そうね、出やすいのがね。あとさ、おしもを探したりとか、おしもは無課金であるできるから。おめでとうだって、ありがとう。わー、10時になっちゃった。よし、すごい、昔は今の 2.6 倍のペースで控除力が減ってたんだよ。あ、もっとすごかったの？そうなんだ。次いつぐらいの話ですか？
ポチポチしてきました。ありがとう。頑張ろう一緒に。びっくりした。リオさん、あ、リオちゃん、ありがとう。じゅんちゃんもありがとう。ビーバーもありがとう。ガオも、サトも、タカさんも、プランも、クーも、ソブリン、コージー、ワガちゃん、てっちゃん、ありがとう。てっちゃんいっぱいありがとう。もうひな祭り終わったのに。ノブリンありがとう。ありがとうございます。こんばんは、だってこんばんは。じゃあ、カミネアタイム頑張ろうね、皆さん。頑張ろう、今日最後。でも明日また7時半からあるから早いんだけど、頑張ろうね。こんばんは、だってこんばんは。よし、ランキングを見たいと思います。13位が TM さん、12位が葵ちゃん、11位がコージー、10位がコカちゃん、9位が母、8位がビーバー、7位がカズ太郎、6位がハシムッチ、5位がリンパディ、4位がクー、3位がガオ、2位がノブリン、1位がサセボのてっちゃんでした。てっちゃんありがとうございました。ぴょん、ありがとう。でもまだまだカミリアタイムが始まったので、一緒にポチポチ頑張りましょう。ではまたね。短くてすいません。バイバイ。またね、だってまたね。頑張る、だって頑張ろう。バイバイ。ありがとうございました。切ります。